ペルーの味の素アヒの麺、サボルポリョコンベルドーラス、チキンと野菜味、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は中太で角が潰れて丸断面に近く、エッジは曖昧です。食感や歯応えは鈍く、爽快さに欠けます。反面どっしりとした存在感があり、しっかりと腹にたまりそうです。スープはでんぷん質の軽い濁りがあり、黄色がかっています。ハーブや野菜の香りが強いチキン味です。旨味はかなり強いですが、人工的な感じはせず、嫌味ではありません。塩分も強いですが、辛い刺激はありません。麺なしのスープだけでも単独で存在できそうです。丼中だけど存在感のある麺と華やかで強い味のスープはうまく合っていると感じました。